かかってしまう部分が多いんですけれども、まあ、その分こう節約というか。どういう節約してるんですか。あの例えば先輩が着なくなった衣装をこうお風呂として譲っていただいたりとかして、はい、以前私は荒川静香さんの衣装をちょっとアイスショーの時に着させてもらうことがあって、憧れの選手の方が着れるっていうのがすごい嬉しかった。ちなみに浅田真央選手も伊藤みどりさんのお下がりを着ていたんだそうです、ちょっと、あ、本当だ。でも綺麗に保存してあんねんね。ちなみに本田さんも衣装代節約したりしてたりしたんですか。そうですね、あの、うん、2002年のオリンピックの時に出た衣装なんですけども、うん、あの知り合いのお母さんに作ってもらったんです。これ知り合いのお母さん、はい、オリンピックの舞台手作りやったんですか。そうです、あのこれフィギュアあるあるなんですけれども、もうフィギュアのお母さんたちってすごい裁縫が上手くなるんですよ。なるほどね。作ってあげんだ。これショートとフリー合わせて95,000円くらいですね。あ、なるほど。鈴木さん前回1着20万とか言ってませんでしたっけ。そうですね。ね。最高ですごい高い衣装着てるとかいう、あいつのいくららしいぜみたいなトップってどのぐらいなんですか。80万とか。え？え？それは言えないですけど。だって本人に聞いてないですよ。